なの。ごめんね、ナオくん。遅いぞ、ナオキ。料理が冷めちまうだろ。ちゃんがお嫁に来てくれたらいいのにな。優しいし、気がつくし。
くらいはお手のもんね。ちゃんを待たせるんじゃないぞ。
おはよう。相変わらずギリギリね。あなたはいいけど藤枝さんが大変ね。ちょっとね。誓うだけならタダだし。遅刻したら1000円っていうのはどうかな。ここは奇跡のような状況ね。人生の運の 90% は使ってる。